令和5年春の北陸新幹線福井敦賀開業までいよいよ3年。今回は新幹線開業に向けた新たな県の取り組みをご紹介します。それでは早速ゴーゴー。やってきたのは県庁5階の新幹線開業課。こんにちは。こんにちは。早速ですが、こちらではどんなことをしているんですか？はい、私たちは北陸新幹線福井敦賀開業に向けて全国、特に首都圏から多くの人たちを呼び込むためのプロモーション活動を実施しています。県外の人に福井に行きたいと思ってもらうためにはどのようなことが必要だと思いますか？魅力的な街づくりも必要だと思いますが、まずは福井県を知ってもらうことが大切なのではないでしょうか？その通りです。県では新幹線の開業で多くの来客が見込まれる首都圏に向けて PR 活動を行っています。首都圏の方からは新幹線の開業が待ち遠しいという声が聞かれる一方、福井のことがまだよく知られていないという現状があります。そうなんですね。はい、最近では若い世代を中心に SNS で情報を集める方が多くいらっしゃいます。そこで県では SNS での情報発信に力を入れていきたいと考えています。県民の皆さんと一緒に全国に福井の魅力を発信していきたいと思います。特に若者に人気のインスタグラムでは、昨年秋と冬に首都圏から有名なインスタグラマーを招いて県内のインスタ映えスポットを巡り発信してもらいました。今回はそのインスタグラマーが巡った県内のスポット一緒に巡り、取材や撮影を体験しましょう。うわー、楽しみです。やってきたのは福井駅前ガレリア元町商店街の中にあるカフェ。おしゃれな雰囲気ですね。はい、こちらのお店は首都圏の女性が行きたいと思った福井県のお店の中から選んだんですよ。そうなんですね。すみません、失礼します。お待たせしました。失礼します。うわー、すごい色鮮やかで美味しそうですね。 ありがとうございます。一応こちらなんですけど、あの福井県出身のシェフの方が監修して作ってくれてるので、すごい見た目も可愛いんですけど味もしっかり細部までこだわって作られてます。店内も都会の洗練されたお店をコンセプトに作られてるので、特に女性の方とかにも人気になってます。せっかくなので写真を撮ってもいいですか？もちろん大丈夫です。ありがとうございます。よかったらぜひ SNS とかにも載せていただいても結構ですので。ありがとうございます。難しい。この前インスタグラマーの方は真上から写真を撮っていました。お、真上。真上から撮るととってもおしゃれな写真に仕上がってました。あ、本当ですね。いい写真撮れたかもしれないです。写真を撮ったら料理があったかいうちに美味しく食べましょう。はい、今回撮影した写真は広報広聴課のホームページや Facebook ほやほや福井に掲載します。また広報広聴課ではおいでよ福井やエクスペリエンス福井で県外や海外に向けて福井の魅力を発信しています。ぜひいいねやフォローをお願いします。次回の放送は3月29日です。ぜひご覧ください。